はい、3D インチです。今回は、3D メーカープロ様の新しい 3D スキャナ、モールをレビューさせていただきました。早速ケースを開けていきます。ターンテーブルの土台、三脚に接続できるグリップ、データケーブル、三脚ヘッド、電源コードと、各国対応のプラグ、ネジのアダプタ、三脚、そして、モール本体、持ちやすい形状ですね。そして、ベラ紙と、ターンテーブル。本体スペックはご覧の通り。スキャン精度は 0.05mm、解像度は 0.1mm。ここ最近のスキャナでは一般的なスペックですね。赤外線によるスキャンなので、人体にも手軽に使えるのが良いですね。スキャンを行うためには専用のソフトウェア、JM スタジオを PC インストールする必要があります。ちなみに、デビュー時点では PC のみですが、スマホ向けアプリもリリースされる予定です。これは試すのが楽しみです。早速、こちらの自動車模型をスキャンしてみましょう。ターンテーブルを使用しスキャンしてみます。ターンテーブルモードを選択すると、最初にターンテーブルの位置を認識する初期化のプロセスが入ります。あとは、オブジェクトをスキャンしていきます。ターンテーブルが一周するくらいで、自動的にスキャンが停止します。スキャン直後は、ターンテーブル部分の点群が自動的に選択されるので、デリートキーを押して、すぐに削除することができます。オブジェクトの向きを変え、何回かに分けて全体をスキャンします。位置合わせ機能を使い点群を揃えていきます。そのまま、メッシュを生成しました。黒い部分や艶のある部分も多い模型でしたが、結構全体をスキャンすることができましたね。次にスニーカーをスキャンしてみましょう。スキャンの全体フローは同じですが、ターンテーブルのスキャンだとピンポイントでスキャンしづらい部分もあるため、初回以外は手動スキャンも併用して進行しました。以前、同じメーカーのデュアルコア搭載 3D スキャナ、ホエールを紹介しましたが、感覚的にはあのスキャナのマイクロコアを使用したスキャンと近い印象を受けました。何回かスキャンを行い、点群の位置合わせをし、サクサクとメッシュが生成できました。どうでしょう？表面のディテールも取得できてますね。これはなかなか素晴らしい。白いスニーカーなので比較的スキャンしやすかったですね。少しだけポリゴンをリダクションし、早速私の実験プロジェクトの中に読み込んでみました。なんだかおしゃれになりましたね。いや、楽しいです。いかがでしたか？手軽に扱える 3D スキャナなので、 3D スキャナ入門に良さそうです。 3D メーカープロモールは、幕開けにてクラウドファンディングを開催予定で、安く購入できるチャンスですよ。詳細は、概要欄にある URL をご確認ください。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。解説は、3D インチのバーチャルキャラクター、南がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。